おはようございます。お父さん朝からずっとさ仕事してたんだけど、急に俺はカーペットクリーナーをするって言い始めて掃除になりました。私お父さん仕事してある間暇だったからゴロゴロしてたんだけど、私も一緒に掃除しようと思います。ちなみにこの人たちまだ何が始まるかよく分かっておりませんので落ち着いてますね。ボミナおはよう。谷くんずっと鳥観察してました午前中ね。俺はやることやったって言ってずっとゴロゴロしてるんだけど、私掃除しながらご飯の支度してて、で最終的にお腹減ったとか言ってくるからもうちょっとイラッとするよね。まあそりゃさ、うちなんか綺麗に掃除はしてくれたけどさ、まあいいね、チームぶったんとかわけわかんないこと言ってんだけど、怠け者のチームなのかしら。ポビ君働き者だよね。お手伝いすごいするもんね。おりこただもんね。はい、ということでご飯ができましたので食べようと思うんですけれども、納豆が余ってたからこの前みたいにサラダおそばにしました。おそばは柚子練り込んであるおそばなので、柚子の香りがするかどうかちょっとわかんないんだけど、いつも通り梅だれ作って、トマトとマッシュルームとほうれん草とかが混ざってるやつと、アスパラガスとブロッコレットと納豆と味玉ですね。お掃除しながら角煮風の豚を煮たのでこれを食べようと思います。お父さんはね、今日ねトレーダージョーズブランドのダークを飲むらしい。安いかね。うん、お黒い黒い。私はグリーンアップルペリエとこの前買ってきたカクテル割るやつを混ぜて乾杯。はい、いただきます。お疲れ。お父さんお掃除ありがとう。多分安い割にいけるな。美味しい。うん、よかったじゃん。軽めのラーク。いただきます。どうぞ。まあこれをそばにありつくのに大変やね。うん、この前も同じこと言ってましたけど、これは混ぜるんですよ。うん、でないと納豆が入ってますからね。うん、どうぞ。うん、あれこの間も同じおそば違う、今日柚子。あ、だからか。柚子の味する？うん、する。でしょ。すごい匂ってたもん、茹でてる時から。あ、トゥルンとしてる。お肉は？お肉食べたいって言ってなかった？言った。おいしい。よかったね。白ご飯が欲しい。ない。うち今米切らしてんのよ。白ご飯が欲しいね、これ。やっぱ豚肉がうまいね。うん、豚肉好きだね、お父さんね。うん、今日は私も食べようと思います。いただきます。ご飯食べてお腹いっぱいです。お父さんまたなんか舐められてますね。まったりタイムらしいんだけど、なんでこう足にポミ君のクッション乗せてるのかしらね。ラブなのね。はいはい。今3時半過ぎかな。お父さんおトイレ入ってる間に私ブラシ洗っちゃおうと思います。そんなに量ないしね、ささっと終わると思うので、これで今日の仕事が終わる。この囲われたお腹出てるけど、お父さんソファーのね中でお散歩の時間までみんなでゆっくりしようと思います。ポミもね疲れたよって寝てるし、ポミくんこれたまに枕にしてんだけど今登っちゃったね。お父さんなんかずっと見てんじゃない。私も SNS チェックしたりしていこうと思います。お父さん来ましたね。おやつにねドーナツを作ったんだけど、お餅がさちゃんと溶けないままってか、ちょっとお餅がゴツゴツしてるんだけど、まあすごいハードな感じのドーナツでございます。大きいんだけどね。でジュースの開け方が分からなくて困惑しています、うちのお父さん。え、なんでこれ前でシール剥がさないでやってたからみたいだけど、取れたみたい。厳重な守りでしたね。どう、オレンジジュース。オレンジだね。美味しかった。オレンジだね。うん、私にも一口ちょうだい。この中入れて。どう。なんでケチなの。もらい。これ何、なんか砂糖ついてんの。うん、砂糖のご飯。うん、いっぱいついてんのとちょっとしかついてないのがあるよ。お買ったお餅使ったからさ、お餅がちゃんと溶けなかった。ちょっと味のばらつきがちょっと美味しいねんけど、なんかふわふわで美味しいねんけど、なんかあるところはパンケーキ、あるところは餅。いいじゃん別に。とベースはお豆腐だから。ああ、美味しいね。もうちょっとちっちゃさな感じあるの。いいの、めんどくさかったから。じゃあ自分であげてよ。いやでもなんかもうパンケーキ感が半端ないとこある、ね。手伝ってくださいじゃあ。来てって言ったのに来てくれなかったでしょ、あげるとき。忙しいの。
あれさ、ずっと動画見てたじゃん。で、どうなの、おやつ作ってもらったんでしょ。よかったね。ありがとうございます。はい、これうまいわ。あ、よかったです。買ったらしい文句言ってるけど、うん、いや、また作ろうね、じゃあね。うん、あ、これやけど。はい。サニくんいない、サニくんいないってさ、いつもいるところとか家中一通り探したんだけど、いなくって。私がここ通ろうとしたら、ミャオとか言うから、えと思ったらさ、こんなとこ入ってました。お父さんが、いつもこれは空ボックスここに入ってるんだけど、動かすときに重いからこっちに出したみたいなの。その中の一つに入ってましたね、もうちょっと。まあいいや、いたからよし。まもなく7時になりますので、お散歩に行ってこようと思います。今日も歩いて行ってくる。おやつも食べてるしさ、歩いた方がいいでしょってお父さんに言って。ポミも歩きの散歩のが好きなんだよ。車も好きだけど、散歩は歩きって決めてるの。長いですね、おトイレがね、ポミちゃん。ずっと行きたがってたからね。オッケー、ごめん、帰ってきたらしまおうね。アスレチックパークに着きました。今年もあるね、花火。今年はでもなんかアメリカの柄じゃないし、うん、なってるね。中身空っぽかな。また明日やるのかな。毎年私前日に散歩に来るんだけど、いっつも花火あるの。すごいね、普通に置いてあるんだ。あ、入ってる。え、これ花火か。中が国旗の筒になってて、あ、じゃあ今年はもうここまでセットしたんだ、きっと。ファミ君、休憩中はお父さんあやって少し運動してます。カロリー消費のために運動するらしい。ポミはここにいる。肉が揺れるね。感じてるらしいね、お肉を。お父さんがさ、あん中走ってったんだけど、ポミそこから覗いてた。追いかけたいのかな。あ、どっか行っちゃった。ファミおいで、ファミカモン。グーバーグーバーイ。ポミ君、今日1回1回が短い。休憩がすごい早いです。もう3回ね、やったの。3回戦やったら帰ろうねって約束してるんだけど、やっぱ昨日私が気をつけてやりなさいって話したら覚えてるのかしらね。ポミのが賢いね、お父さんよりね。ちゃんと休憩して少しずつやろうねって言ったら、お利口だね、ポミだね。おしまいだって。お水飲んだの、いい子だね。お父さんと一緒走ってきたら、一緒に良いどん好きでしょ。行きましたね。ポミちゃん、おかえり。先帰ってきちゃったの、お父さんより。お父さん、あんな帰るよ、まだ。ほら見てきて、お父さん見てきて。あ、そうから、見てる。見てます。何してんだって見てんのかな。ポミ君、お父さん見に行く、一緒に。ここ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 、ほら、泣いた。お父さんストレッチしてるみたいね。ここの中の芝生すごくいいね、うん、背中めっちゃ芝まみれ。お父さんパンパンしないと。もみちょんに寄ってたんだけど。何してんだって匂ってんの、これ。お尻の中入ってた。何してんの、もみちゃん。もみおいで。お父さんまだやってる、ほら。出て行っちゃったよ。お父さん、終わったら出ておいでよ。お父さんのストレッチが終わりましたので帰ろうと思います。ポミはね、もうちょっとボール遊びしたかったみたいだけど、そのぐらいがちょうどいいね。消しちゃうから。去年もだったんだけどさ、散歩から帰ってきたらさ、清浄機のこれが立ってましたね。不動産屋さんの広告なんだけど、毎年ね、どこのお家にも立ってるんだよね。前住んでたお家も立てた。ジムのお家にこう刺していく感じなんだろうなと思うんだけど、行く時はないんだけど、お散歩帰ってくるとあるの。もう面白いよね。こんな時間までみんな頑張ってるんだって思うけど、今日中にやりたいんだろうね。お父さんはゴミ箱をしまってくれてます。今更やけど、これも切ってる。そうだよ、これは結構前に切ったよ。バラも綺麗に咲いてますね。
ポミちゃんいいよ、お父さんも仕事してるから。ポミはいいよ、お休みしていいよ。え、行くの？助手なんだってさ。お家に帰ってきました。ポミくんお腹空いてるからご飯にしようと思います。8時半になるんですけど、ちょっと今日一日ねお家にいたから、フラフラっと遊びに行ってこようと思います。お父さんの T シャツ探したり、あと私ちょっとターゲット行きたいからターゲット行ったりとかしてこようと思います。行ってきます。今日はうちから一番近いマーシャルに来ました。マーシャルズそう、日本人はねズって言わないだろうって言うんだよ。マーシャルズですね。はい、行きましょう。俺のディールはなかったって言ってるから帰ろうと思う。てかターゲットに次行こうと思います。ターゲットに来ました。お父さん一日気にしてるんだけど T シャツの丈が短いってずっと言ってるの。これもともと丈が短いやつなんだよね。日本で買ったやつ、バンザーイユニクロのやつなんだけど、他の T シャツ着たら、白い T シャツ着たら今度なんか乳首が透けちゃって恥ずかしかったらしくて、結局こっちにしてんの洗濯物を増やしたよ、またもう。お父さんこのねキャプテンアンダーパンツっていう映画を見たいらしいんだけど、それのおもちゃで知らないで遊んでたらもう汚いのこれみたいな。ほらで、お父さん見たい映画じゃんって言ったら笑ってたあ、この前見たこれボスベイビーかわいい、ちっちゃいのもいるよ、ほら見て、んちっちゃいのもいる。うまい。ここはドリームワークスとかイルミネーションとか系かな。お家に帰ってきました。ポミ君今トイレタイムで出てたんだけど、しなかった？うん、しないの。OK、 じゃあまたしようね、ポミ。私たちはちょっとプロテインでも飲もうかなと思ってます。ではプロテインね作ったので、お父さんは今日4レースしてないからって言ってまたマリオカートしてるんだけど、飲んでいこう。なんか知らないけど、今自分が1位だったのに1位ガメがアイテムで出たらしくって、で使ったらやっぱり自分に当たったって言ってすげえ怒ってんだけど何してんだろうね。とりあえず早く終わらせてほしいわ。これ飲んでお風呂に入りたいですね。お父さん終わったらお風呂入ろうね。オッケー。ヨウタくん、おやすみなしゃーい。タニク起きてきて一番最初に来たのトトクのご飯のところでしょ。昨日もみんなで見ちゃったもんね、タニクがね、食べてるのね。トトあげるの、優しいね。トトク、明日は花火の日だよ。去年も花火あるねって見たね、一緒にね。みんなで見た。毎年トトとポミとタニクはみんなでどうやって花火の日過ごしてるのかなってママ思ってるんだよね。いつもママもお父さんもいないからね、怖い怖いだったのかな。さっきね、お外で花火ボンボンで鳴ってたけどね、タニクもね、ポミクもね、何の反応もしてなかったから。みんなね、寝てたのかな。明日もね、みんなでね、花火お留守番してくださいね。お願いします。今日も一日ありがとね、トトくん。ゆっくりねんねしてね。おやじみ、おやじみ、おやじみー。ターニくん、今階段にいるんだよね。カラーボックスから出てきて階段にいる。お父さん、サニくん、首輪がない。お父さん、どこで何した？どこ置いてきちゃったのよ。あった、どうしたん、どこあった？箱の中置いてきちゃったの？置いてきちゃったのか。今日一日箱の中いたんだよね。で、出てきてなんかしないけど、急に開放的になってここで寝ちゃってんの。お父さんありがとう。おい、あんま無茶すんなよ、お前年寄りなんだから。もう10歳になるね。タニク誕生日だ、あと何日だ？あと4日か？楽しみだね、お誕生日お父さんなんかしてくれるみたいだよ。お風呂。お風呂だって。お風呂してもらうのか、誕生日に。いいじゃん。最高の誕生日だ、タニクね。明日花火だからね。怖いないからね。みんなでお留守番しててね、タニ。よろしくね。今日も一日ありがとね、シャーニク。ゆっくりねんねしてね。おやすみ、おやすみ。おやすみ。タニクグーポイ。じゃあ、首輪だけしよう。オッケーしたよ。おやすみだね。ポミくん、おやすみ。ポミソファーにいるんだよね。
広い広いソファー占領してるんだよね。すごい眠そう、ポミ。今日も一日疲れたね。お掃除もお手伝いしてくれたしね。ちゃんぽも行ったもんね、いっぱいね。また花火あったね。去年も見たね。ポミくん並んで写真撮ってるの、ママ、Facebook で見た。トトクと一緒に見たね。明日花火だからね。怖い怖いないからね。花火綺麗ね。だから大丈夫よ。怖いのないからね。今日も一日ありがとうね、ポミくん。ゆっくりねんねんしてください。伸びちゃってんだけど。おやすみ。おやすみ。おやすみ。ポミくくっぽい。おやすみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま12時45分過ぎですね。お父さんはね、また映画見てるんだけど、昨日私ちょっとインスタとかに載せたと思うんですけど、全然映画見た後寝てくれなくて、4時前ぐらいに寝たので、今日もね、そんなになったらね、明日仕事だから寝坊したりとかしても困るしさ、あんまりね、興奮するような、結構ね、ドッタンバッタンするようなやつとか、アクション系のやつお父さん見るともう一回興奮したりするので、そういうの見ないでおとなしい感じのやつを見ててくれると嬉しいなと思ってます。今日はね、まあもうそろそろ月一のお掃除しようかなと思っていたんですけれども、お父さんからね、やるっていうね、提案をいただいて無事にすることができました。来週でもいいかなと思ってたんだけど、今日やっといた方のが私も楽だから、今週いろいろ明日もパーティー行ったりとかして、週一のね、大掃除ができないなぁなんて思ってたので、ちょうど良かったなと思っておりまして、特にね、予定も決まってなかったので、今日はほんとちょうどいいお休みだったなと思います。明日は、まあ、先ほどからちょこちょこ花火って言ってると思うんですけれども、7月の4日はアメリカ独立記念日、インデペンデンスデーですね。こちらではあんまりインデペンデンスデーとは言わずに 4th of July っていう風に言うんですけども、ハッピーフォースとか言ったりとかして、私はお昼過ぎからケイコさん家でパーティーがあるので、びっくりしてるんだけど、本格的に始まるのは夕方で、デザートナイトにするって聞いてるんですけど、2時3時ぐらいから第1弾を始めようかななんていう話をされていたので、そのぐらいに間に合うように行ってこようと思ってます。まあお父さんが来るかどうかがちょっとわからないんだけど、お父さんが早めに帰ってきてうちにで過ごすっていうのであれば、早めにパーティーおいとまさせていただいて、一緒にお父さんとね、花火見ようかなとも思ってますし、お父さんがね、気が向いてくるっていうのであれば、まあ恵子さん家で一緒に花火見ようかなと思っております。もちろん明日もビログを撮るつもりではいるんですけれども、パーティーとかでわちゃわちゃしてたりとかすると、なかなかフィルミングができなかったりとか、やっぱりね、来ているね、他のゲストもいらっしゃいますから、そういうこともあるので、まあ、様子とかそういうのがお伝えできればいいかなと思っておりますので、他の方の迷惑にならないようにはフィルミングしようかなと思っております。ということで、明日はね、きっとわたわたするだろうし、今日は早めに休もうと思っておりますので、このあたりで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。